舞台はついに決勝戦。まあチャンスだとは思います。1回戦で D リーグ自己最高スコアを更新する268を叩き出すと、続く準決勝でも259のビッグゲーム。今大会絶好調の川崎結衣。意気込み気合ですよ。もう気合です。今大会はゲーム序盤でストライクを重ね、そのリードを守りきる粘りの投球で決勝へ。よっしゃ、それだ。およそ11年ぶりの優勝なるか。浅田梨奈、チャンスをいただいたので、はい、そのチャンスを生かせればいいなと思ってます。1回戦、準決勝ともに勝負どころでストライクを決め、ワイルドカードで決勝進出。2回目の優勝を狙う鶴井アナミの対戦。三つどもえの接戦を制し、89代女王の栄冠を掴むのは誰なのか。お願いします。さあ、89戦の決勝を迎えました。矢野さん、はい、若いですね。そうですね、47期、そして48期と、はい、面白いですね。そうですね、はい、さあ、この89戦ではいいスコアを打ってきた川崎結衣がどうか、地道に頑張ってきた鶴井は、そして浅田梨奈。この浅田は23戦での優勝、まあ、アマチュア時代ですので。そうなんです。プロになってからはまだないんですよね。そうなんですよ。さあ、第1投いきました。あ、うわ、ビッグ4。練習ボールを見ていて、はい、どうでした。川崎がやっぱりストライクをよく出してたんですよ。それを浅田がじっと見てたのが印象的で、あらあら、確実にいくというよりは攻めていかなければいけないかな、うん、ということを考えてたんじゃないかなって僕は見てたんですけど、まあ、それが現れた一振れなのかなとも思いますね。さあ、相変わらずスピードのあるボールでいった。ありがとうございます。はい、ストライクスタート。いや、相変わらず良さそうですよ。そうですね。で、あの準決勝の第2試合の選手も、はい、練習ボール中、その川崎のラインだとか攻め方を参考に、自分たちもそういうふうになんとか投げられないかって一生懸命練習してたのがね、すごく印象的だったんですよね。そうですか。さあ、もうこのビッグ4では致し方ありませんが、あーと、そしてあのポイント争い、シーズンチャンピオン決定戦へ、ね、行くポイント争いもものすごく微妙で、浅田は優勝すればシーズンチャンピオン決定戦行くことができます、はい、2位以下ではダメです。川崎は3位にならなければ行けますね。7ポイントですから、はい、はい、そして鶴井アナミ、来い。鶴井は残念ながらシーズンチャンピオン決定戦は進出できないんですけれども、はい、もし仮に鶴井が1位、うん、浅田が2位、うん、川崎3位ということであると、寺下がそのまま残るところ、残るんですよね。はい、そうなんです。寺下もだからそういう意味ではね、しっかりとこの選挙を見守っていると思います。その鶴井もですよ、1回戦で226ピン、準決勝で210ピン打ってますからね。いや、すごくね、内容がいいんですよ。そうですね、はい、で点振れ勝負とかになったら、なんとなく鶴井面白いなと思ってるんですよね。ーはーはー。さあ、左のレーンではどうか。これはいったか、よかったよかった。浅田もしっかりと自分がイメージしているその攻め方、はい、あの川崎プロの参考にした攻め方ができたら、ええ、結構ピン飛ぶんですよね。なるほど、はい、あのビッグゲームも期待できると思います。さあ、1フレ持ってきました。右のレーンで、あーと熱い、おいやー、よかったよかった、ラッキー。そうですね、ラッキーですね。これはやっぱり持ってますね。ダブルになった。こういうのを見せられると他の選手は嫌でしょうけれども、でしょうね。鶴井は動じてないですね。さあ、鶴井が、おーっと残った。さあ、
ゲームはここからさらに激戦。川崎、鶴居、浅田の対戦となった決勝戦はダブルスタートを決めた川崎が一歩リード。ゲームは第3フレームへ。こちらのレーン、今ちょっと怖くて薄めに行きましたが、はい、でも良かったです ね、はい、良かった、ダブルが来ました。川崎、本当ストライクが続くようですと B リーグ史上初の決勝パーフェクトっていうこともあるんじゃないかなって僕正直思ってるんですよ ね、 本当ですよね。1回戦といい、はい、2回戦ちょっと立ち上がりがね、はい、準決勝は、まあ、レーン変化でなかなか決勝ですね、パーフェクトは難しいんですけど、さあ期待していきましょうか。あら、あら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 矢野さん、はい、ちょっと早すぎましたね。早すぎましたかねいやいや、でもそんな勢いは確かにあります。さあそんな中でストライクスペアときて鶴居柳が、ああ来ました、来ました。うん、どうやら浅田だけは1フレーちょっとビッグボールがあって詰まってきましたが、はい、あとはダブル、はい、固まってきましたね、はい、好ゲームに期待できると思います。そうですね、はい、はい、大丈夫です。ありがとうございます。 B リーグの第一線から関わって見ている立場としては、この浅田里奈がアマチュアでこの B リーグに参加するようになって、はい、今こうしてずっと戦っていると、ああもう立派なお姉さんになったなという考えがあるんですが ね、やっぱり落ち着いてますよね。そうですね。さあこれは違いヒットしたんですが、そのまんま良かった、はい、ただこう攻め方がね、はい、比較的まっすぐ攻めようというところで、ああ、はい、それがこううまくいってくれましたね。ああ、こうなってくるとちょっと川崎もね、うん、あれ流れが違うぞってなるかもしれないですよね。落ち着いて自分のプレーに専念してほしいですね。はい、一つ途切れてスペアでしたが、この後まあ入った。おやおやおや、勝負は非常に面白い接戦になりそうです。さあここで鶴居がストライクを持ってくると3選手マーク数的に並びます。鶴居はどうか。おー、この後も三者譲らぬ好ゲーム。決勝戦は4フレームで終え、三者ほぼ横並びの大接戦。ゲームはホースを狙う浅田の第5フレーム。4つ目は、あー、ちょっと惜しかったですね。あー、ちょっとコースが違いました。小川さん、はい、藤井さん、川崎なんですが、はい、欲が出て力んでしまうとスピードが出すぎてしまうので、おうおうおう、その点については気をつけていこうと思いますと話していやー、抑えてるのでも相当スピードありますよそうですね、すごいんですからね。さあ来たか。いやー、この川崎は強い。なんといっても1回戦268、準決勝259を打ってきた川崎優衣。さあ浅田は真ん中の2本を、はい、取りました。どうやらまずまずのスコアは3人とも、そうですね、いきそうですね。鶴居柳、この鶴居も勝ったのはただずいぶん前で65戦なんです、はい、ただ本当に落ち着いたプレーと、そうですよ、テンフレ勝負を制してと、非常に状態はいいですよね。Pリーガーとしては、あー、来た、山が決まって、さあこれで鶴居と川崎が秋行きたい、はい、並んでます。浅田がワンマーク置いていかれたという状況ですね。1フレオープンの分ですね、はい、そうですね。ただ浅田が自分で言ってましたが、後半弱いんですと、ここのところちょっとそういう傾向はありましたねこのゲームで払拭してもらいたいですよね、はい、また薄い、あれ、5本残った浅田、さてくれば川崎もターキーだ。
暑いかな、ちょっと暑かったですね。ですかね、はい、あれ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 、うわこの接戦の中で、そうですね、中盤でオープンフレーム。さあ川崎も一本残っています。鶴居がターキー来てますから、なんとしても手堅く、はい、そうですね、ここで鶴居が次ね、が、はい、ストライクを持ってくると、来るとですね、はい、鶴居がリードするというところで、はいはい、まあ、1回戦準決勝と川崎はね、こう一人旅で戦ってきただけに、うん、そうですね、うん、そうですね、ちょっとこういう接戦でどういう心境の変化が生まれるかというところも楽しみですね。なるほど、なるほど、はい、さあ鶴居が、あら4つ続けてきました、スリーフォース、いいですね、落ち着いていて、そうですね、はい、淡々と自分のやることを やるという、はい、さあここでね、浅田はちょっとリセットして、あの攻め方も分かってるし、はい、しっかりと投げてほしいですね。もう後半弱いとは言ってられません。なんとしてもここは必要なところで来た、うわーラッキー、さあ来ました、やはりねシーズンチャンピオンもかかってるし、この優勝もかかってるし、緊張感は半端ないと思います。さあそしてね、はい、とうとう一歩リードされた川崎、どういう投球になるかですね。さあ強いボールが薄い、あれスリーアナミスリーが、あれあれあれ、鶴居もつまずいた、これはテイク、はい、ナイスリカバー。さあこの鶴居が、まあ基本はトライですけど、ノータッチっていうのも嫌なんですよね。ですね、はい、こういう接戦で足も一桁の、ね、点数ものすごく大事ですから、はい、うん、さあどうか、左から、あーと混戦模様の決勝戦はこの後ついにクライマックス。決勝戦は7フレまで終え、鶴居と川崎がピン差のトップ争い、それを2マーク差で浅田が追う展開で、ゲームは終盤第8フレーム。絶対に欲しい、来ない、ちょっと中のラインを投げすぎましたね。もう少し曲がるところをまっすぐ攻めちゃった方が飛ぶんですよね、はい、うん、川崎はここでねカウントダウンしたくないですから、やっぱりストライクを持ってきたいですよね。ですね、うん、ストライクが、ああくればピーサー、やはりあのリードを許して微妙に自分の投球が狂いが生じてきたというところですかね。手堅くこれは取りたいが、うんうんうん、いけないいけない、うわそうですね、本人の中でやっぱり後半にっていうプレッシャーがあるんですかね。遅れを取った浅田里奈、はい、これで鶴居川崎9点ピン差の勝負になりました、はい、鶴居リード、左投げが少ない、今日の鶴居にとっては有利な面もありますか。そうですね、ただ今回コンディションね、左もタップすごいですからねそうですよね、あーと今7番ピンタップ、こうなるんですね、はい、さあよいしょ、さあこれで鶴居が来ませんでした、はい、ね、2人ともスペアで、はい、川崎鶴居スペアで4ピン差9点勝負です。あとはこの浅田の奮起を見たい。そうですね、
全部ストライクで195点になります。ですね、さあ、まあ、落ち着いて投げられたかな。あれや、はい、なるほど、あ、そうですか、はい、今のは良かったですね。フォームもですか、はい、お自分でも一番よく分かってるでしょう ね、 ねえ、あ、こうやって投げればよかったのにっていう、ね、これでいいのにと、はい、うわ、さあこれからは2人の戦いになるのか。まずは川崎優衣、そうですね、ファンデーションフレーム9フレーム、はい、大切なフレームです。ストライクを持ってきておきたいですね。そうですね、いけ、持ってきた。さあまずは、はい、川崎持ってきました。これで鶴井があの10フレ勝負したいから、そう、まず9フレ、ね、ファンデーション欲しいですよね。そうですよね。さあ鶴井やなみ、いた、いや、熾烈な戦いです。89戦の決勝は、うん、川崎か鶴井か、そしてシーズンチャンピオン決定戦に川崎が出られるのか。浅田はこれで、そうですね、もうあの3位はほぼ決まったという形ですからね、はい、9フレームのようなね、あのしっかりとした自分の投球をしてほしいですね。さあ、テンフレ、あら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 、うわ、これがあの、中盤のミスがなかったりね、中盤崩れたのがね、悔しいですね。川崎はもうね、やっぱりカウントで負けているので、はい、そうなんです、4ピン差カウントでね、負けているので、どうしてもストライクを重ねたいですよね。はい、1本が倒れた。準決勝の戦いはですね、はい、この川崎が堂々259、はい、鶴井に勝って、鶴井はワイルドカードで出てきたんですよね、はい、そうですよね。さあ一つ目きました。これで鶴井ももう一つ持ってこなければいけなくなりました。はい、さあ浅田のプレーです。テンフレ1投目きました。2投目、うん、さっきより少し外のラインで、はい、うん、最後切れなかったですね。ですか、はい、3川崎、はい、川崎はオールAして、もうあとは鶴井の結果を待ちたいです。そうですね。さあ2つ目、おら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 、いやー、これは鶴井にプレッシャーですね。そうですね、はい、鶴井ももう持っていくしかないという ね覚悟が決まったようなあの形ですよね。この89戦の川崎、堂々たる戦いです。そして浅田はこれが最後の、うわー、惜しい、惜しいですね、ナイストライでした。決勝戦残念ながら思い通りにはいきませんでした。浅田里奈181ピン。さあこれ8本9本でなくても、何としてもストライクを取っておかないと。あれ228ですね、はい、まあ、いずれにせよ鶴井、はい、は立つ持ってこなければそうなんですね、いけません。そうなんです。もしこれで第1投で来ないとですね、210台ですからということになるわけです、はい、さあ川崎優衣か鶴井やなみか、89戦の決勝大詰め1投目、ああ来ない、ここでセブンピンですね、うわ、タップが出た、あ破れた。いや結局はあのこのシーズンの川崎の強さが、はい、まあ、勢いがですね、川崎3ゲーム755ですからね、うわ、はい、すごい素晴らしいですよ ね、 ねえ。そして、あ、最後はスリーが決めてきました。したがってこれで川崎、ああもう堂々と進出しますね、はい、はい、シーズンチャンピオン決定戦も楽しみです。はい、川崎優衣、見事な P リーグ2回目の優勝を果たしました。
見事2回目の優勝、川崎結衣選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日何が良かったですか？そうですね、もうできるだけ落ち着いて投げるっていうのを心がけて投げたら、やはりね、あのストライクにつながったのが良かったのかなと思います。公式戦などなかなか試合がない状態で、かっこいい姿を応援してくださる皆様になかなか披露することができなかったので、テレビの前の皆様にかっこいい姿をお見せできるようにと思って頑張ったので良かったです。見事2回目の優勝を果たした川崎プロには優勝賞金30万円が贈られた。第16シーズン最終ポイントランキングは1位小林歩美、2位川崎、3位大中、この3人が頂点を決める戦いに挑む。